また変なことになってきちゃった。一体どうなってるの？睦月大佐はなぜか第七機関の九重博士と手を組んでいるし、死神までこの闇子に来てるなんて。それに死神と睦月大佐たちはもともと顔見知りで、みんな記憶をなくしてただけ。おまけに死神と如月大尉が兄弟で、如月大尉は本当は少佐だって。また頭がこんがらがってきちゃった。心細いし、舞、早く帰ってこないかな。無理だよね。みんなの話だと、私も記憶をなくしてるんだよ、ね。だったら、私も死神を知っていたの。ラグナさん、そうだ、あの人の名前。はい、どうぞ、空いてますよ。俺だ、今いいか。ラグナさん、ちょっとだけ付き合ってくれねえか。でも、そんな急に言われても、私まだあなたのことをよく。は？とにかく、ここで待ってるぞ。時間はそんなにかからないと思うから、頼む。こんな時間に悪いな。いえ、でも突然どうしたんですか？説明してる時間もあまりないんだ。悪いが、何も聞かずについてきてくれ。え、ちょっとラグナさん、そっちは。時間がないっつったろ。行くぞ。この辺多分立ち入り禁止区画ですよ。こんなこと睦月大佐にバレたら。ちょっと聞いてるんですか？ノエル、お前の夢は何だ？え？夢？何ですか突然。ないのかよ夢。私の夢は、普通の幸せな暮らし、みんなが笑っていられる世界、それが私の夢です。そうか。そうかって、それだけですか？今の質問の意味は。叶うといいな、その夢。え？はい。私からも聞いていいですか？なんだ？私とあなたは、以前、知り合いだったんですよね。知り合い、まあそうだな。お前は覚えちゃいねえだろうが、一緒にとんでもねえ化け物と戦ったこともあるんだぜ。それはこの世界とは違う別の場所での話なんですよね。そこで一体何があったんですか？この世界は何なんですか？この世界は、
私の見ている夢なんですか？質問が多いな。それをはっきりさせるためにも、お前には記憶を取り戻してもらわなきゃ困るんだよ。記憶を取り戻す。着いたぞ、ここだ。え？ここは釜？そうだ、お前も知ってるだろ。各都市の中心部には必ず釜がある。ここは闇子の最下層だ。どうした？大丈夫か？はい。でも今何かが。それは記憶の断片。ありがとうございます、ラグナさん。その子を連れてきてくれたんですね。遅くなって悪かったな。いえ、これで私とノエルが一つになれば、きっと何か思い出せると思います。大切な何か。この声は私？そう、私はあなた、あなたは私。怖がらないで。私たちはもともと一つの存在だから。おい、ノエル。それより、この子。いや、来ないで。私は拒絶しています。拒絶だと？どういうことだよ。なんでお前がお前を拒絶する必要がある？わかりません。でも今一瞬だけこの子の中に何かが見えました。何もない空間と、あれは扉、巨大な門の姿が確かに見えました。門？門だと？おい、それはどんな門だ？イメージが流れ込んできただけなので、はっきりとは。でもこの子が門に対して大きな恐怖を抱いていることは分かりました。どういうことだ？じゃあその門が原因でノエルはお前を切り離したってことか？今の状況だけではそこまでは。おい、ノエル、しっかりしろ。おい。仕方ねえ、俺はこいつを部屋に運んでくる。記憶を戻すのはまた次だ。わかりました、ラグナさん。その子のことよろしくお願いします。ああ、任せとけ。全員揃ったな。では転移を開始するぞ。ノエルちゃん、具合でも悪いの？朝からずっと暗い顔してるよ。え？ううん、大丈夫。ちょっとね。向こうに飛んだらくれぐれも注意しろよ。ナインはもちろん、イザナミの襲撃も考えられる。その時は、そこが決戦の場だ。心配するな。そうなったら、俺が相手をする。大丈夫かよ、師匠。
だって相手は。バカ者、余計な心配をするな。あいつがこうなったのは俺の責任でもある。ずっと昔から決めていたことだ。その時が来るのであればあいつを返すことが俺の役目だな。師匠。猫、貴様にはまだ聞かなければならないこともある。秩序の力についてもな。こんなところで死なれては困るぞ。この俺を誰だと思っている。一人前気取りのガキどもめ。お前たちに心配されるほど老いぼれてはいない。おしゃべりはその辺にしておけ。舌を噛むぞ。準備はいいか、テイガ。転移座標に問題はない。いつでもいいぞ。よし、では行くぞ。頼んだぜ、お前たち。カグラさん、行ってきます。魔法以外で転移するのは初めてだったけれど、随分と感覚の違うものなのね。それに揺れがひどすぎるわ。もう少し上品にできないのかしら。贅沢を言うな。認識のズレがこの程度で済んだだけでもありがたく思うんだな。だが座標固定にはまだ調整が必要か。ま、全員揃って到着しただけでも上出来だろう。それにしてもこいつが例の釜か。でけえな。今まで見てきた中でも群を抜いたデカさ。それだけ境界から流れ出る力も強い。だからこそナインはこの場所を自身の工房に選んだんだ。そうだ、その工房ってのはどこにあるんだ。入り口らしき場所は見当たらねえ。あの中だ。あの中って、もしかして釜の中。なるほど、考えたな。確かに教会内部であれば外からの干渉はまず不可能だ。自分にとって最も都合のいい場所に部屋を作るか。やっぱ親子だな。何か言ったか。いいよ、それより急ごうぜ。どうもさっきから右腕がうずき上がる。いいだろう。テイガ、中に入るぞ。釜を起動しろ。了解。起動後、制御システムの監視に移る。
間が破壊されれば我々は出口を失う。どの道見張りは必要だ。だが後で必ず合流しろ。いいからさっさと行け。ここは俺に任せろ。気をつけてね、十兵衛さん。心配するな。ここまで生き延びた俺だ。そう簡単にくたばりません。取りに来い。あとは頼むぞ。はい。では、参りましょう。九重さん、セリカさんは先頭へお願いします。ジンさん、ノエルさん。九重さんが鍵の錬成を始めたら指示しますので、術式でサポートをお願いします。時空の裂け目に入ったら、すぐに始まりますから。ああ、わかった。頑張ります。で、俺は？ラグナさんは最後についてきてください。先に行ってしまうと鍵がきちんと開く前に境界に落ちて永遠にさまようことになるかもしれませんから。マジかよ。わかった。おとなしくついていく。鍵が我々で成立するのかも確証はない。だが行くしかあるまい。きっと大丈夫。これ以上の問答は不要だ。行くぞ貴様ら。頼んだぞ、お前たち。さて、こっちはこっちで始めるとするか。決着をつけるぞ、ナイン。それでは、こちらの便にご搭乗ください。何回か乗り継ぎをしていただきますが、夕刻には目的地に到着する予定です。案内していただいてありがとうございます、響さん。いえ、お礼を申し上げるのはこちらの方です。このような重大な案件を今はとはいえ民間人であるあなたに託すなど本来ならばあってはならないことですから、重ねてお礼申し上げます。そんな、やめてください。それに私だってみんなの力になりたいんです。これが私の役目なら全力で臨むだけです。ホムラ殿下？ホムラ殿下ってあのホムラ殿下ですか？ああ、イカルが内戦中に行方不明になった前提天井の忘れ形見だ。マイ、お前には殿下の護衛を頼みたい。私が光栄？ホムラ殿下の？声がでかい。あ、すいません。でも、まあそういう反応するわな、普通なら。待ってください。なんで私なんですか？というか私でいいんですか？正しくはお前しかいないだ。主戦力はレクイエム破壊のために日本へ向かわせるが、その間殿下の守りをおろそかにするわけにはいかない。ベリウス・クローバーに勇気テルミ、奴らの狙いは依然不明のままだ。その目的のために殿下が利用される恐れもある。いくら世界を滅びから救ったところで後の時代を導く旗印がなければ世界は混乱し自ら滅びへと突き進む。俺たちの世界を取り戻すために殿下を失うわけにはいかない。殿下をお守りする理由はわかります。でもどうして私なんですか？こういうことって統制機構の英士の方たちが担当した方がいいんじゃ。
単純な理由だ。現状、私やこいつが動かせる駒の中で最も信頼が厚く、相応の実力も持ち合わせているのがお前だからだ。兵士を束ねる最高司令官としては情けねえ話だが、ここは恥を忍んでお前に託したい。それにこんな時代だ、十二宗家が殿下のおそばにいた方がいい。でも私は。頼む舞、お前の力が必要だ。だそうだ。私としては断ってくれても構わん。滅びの後の世のことなど私にとってはどうでもいいことだ。いや、統制機構が潰れてくれた方が今後やりやすい。ここの絵、お前な、つか本音がダダ漏れだぞ。どうする、舞夏目。申し訳ありません。本来ならば自分が担うべき役目なのですが。いえ、私なら大丈夫です。それに神楽さんには響さんがついていないと。でしょ。それは、いえ、おっしゃる通りです。自分が目を離せばあのお方は何をしでかすか知れたものではありませんからね。ええ、そうですね。神楽様も手が空き次第応援に向かいます。それまでは何卒よろしくお願いいたします。了解です。響さんも頑張ってください。それでは道中お気をつけて。ありがとうございます。では行ってきます。悪そうだったけど、なんだかどんどん心配になってきちゃった。でもきっと大丈夫。ノエルの味方は私だけじゃない。支えてくれる仲間がいっぱいいるんだから。頑張れノエル。私も頑張るから。この値、間違いないわ。やっぱりここにいるのね。でも妙ね、これほど濃度の高いマスは家具土では。誰？やはりこちらでござったか。バングさん、どうしてあなたがここに？いや、やっと見つけたにゃすよ、父の人。あ、ちょっとタオ、やめて。うらやまではない。いい加減離れるでござるよ、弟子一号。拙者たちは目的があって来たのでござろう。おう、そういえばそうだったのね。もうタオったら乱暴なんだから。でもバングさん、目的って。あ、いえ、さっきタオは私にやっと見つけたと言ったわね。もしかして二人とも私を探しに来たの？いかにも。実は先刻テイガー殿とお会いしてな。そう、そういうこと。彼から私のことを聞いたのね。でもごめんなさい、バングさん、タオも。せっかく来てくれたのに申し訳ないけれど、私は引き返すつもりはないわ。
ここまで来て今さら戻るわけにはいかないのよ。だから勘違い召されるな。拙者たちはライチ殿をお止めするために来たわけではござらん。え？テイガー殿に頼まれたのでござる。ライチ殿の力になってやってほしいと。そうニュースよ。タオたちは父の人のお手伝いに来たのニュース。テイガーがそんなことを。そう、じゃあ私の事情も聞いたのね。あの者、アラクネを探しているのでござろう。あ、私はどうしても彼に会いたいの。少しだけど糸口がつかめたのよ。もしかしたらロイを救えるかもしれないの。ロイ殿でござるか。ごめんなさい、これは私の個人的なわがまま。そんなことは理解しているわ。だからダングさんやタオを巻き込むわけには。ライチ殿、拙者頼まれ事を引き受けたからにはその言葉はたがえぬでござる。拙者はライチ殿をお守りするためにここにいるのでござる。そのことを決して忘れないでほしいのでござるよ。のう、そうでござろう、弟子一号。タオは難しい話はよくわからんにゃすが、父の人は好きにゃ。父の人が困ってるならタオがうねうねをぶっ飛ばすにゃ。ぶっ飛ばしに行くわけではないけど、でも、わかったわ。ありがとう、二人とも。どんと任せるにゃ。うねうねは嫌いだけど、嫌な匂いはよーく覚えてるにゃ。匂いで、わかるの？任せるにゃ。くん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 、ズバリ、こっちにゃすね。してライチ殿、一つ尋ねても構わぬか。何かしら。アラクネを見つけたとして、ライチ殿は一体どうするつもりでござる？それは聞けばその者完全に己を見失っているのでござろう。そう簡単に対話ができるような状態とは思えぬが。対話はできない。そうね、器が相手なら確かにそうかもしれないわ。器でござるか。そう、私がずっとロイだと思っていたアラクネは単なる器に過ぎなかった。あれもロイではあるけれど、厳密には彼ではないわ。ぬぬぬ、ロイ殿ではあるがロイ殿ではない。そうね、わかりやすく言うと、あれは今も教会に漂っているロイの意識をこの世界につなぐための門のような存在よ。魂をつなぎ止める入れ物と言ってもいいわ。なんと、それが事実であれば、つまり本物のロイ殿は。ええ、本当の彼は今も教会の奥底にいる。以前ラオチュウを通じて他の事象から覚えのない記憶が流れ込んできたことがあったわ。その時ラオチュウを通じて教会の向こうにロイを感じたの。ラオチュウ、そのパンダでござるな。人を人たらしめているものがもし魂だというのなら、ロイの魂は確かに教会の中にある。ならばあのアラクネはロイとは言えない別のものよ。なんとも理解しがたい話ではあるが、しかしその話が真実だとして、どうやってロイ殿をこちらの世界に引き戻すつもりでござる？それについては考えがあるの。アラクネの体が教会とつながっているのなら、
かくん。くんくん、くんくん。おかしいにゃすね。ん？どうしたでござるか、タオ。まさに人？大丈夫、バングさん。何のこれしき、へっちゃらでござるよ。もしかしてこの魔素、やっぱり空気中を占める魔素の値が急激に上昇して、いえ、でもこんな上がり方って、匂いが濃すぎてうねうねの場所もはっきりわからんにゃす。この魔素の濃度、これじゃまるで九重博士から聞いていたあの。にゃす。弟子一号、大丈夫でござるか？なんとかタオは無事にゃすよ。感じる、感じる、この気配。アークエネミー我よく。ロイ、ライチ殿、下がるでござる。あやつ、以前とは比べ物にならぬ、まがまがしい気に満ちているでござるよ。この感じ、大量の魔素を圧縮しながら蓄積している。まるでアークエネミーだわ。ロイ、あなたはまさか。ライチ殿！ギャフ！大丈夫にゃすか、父の人！ありがとう、タオ。タオがぶっ飛ばしてやるにゃ！あ、ちょっと、タオ！もう。ライチ殿、今のあやつは危険でござる。ここはひとまず拙者に任されよ。ダメ、それじゃダメよ。私自身は彼を引き戻さなきゃ、ロイは救えない。なんと、先ほどの様子を見てもまだあの者を救おうというのでござるか。ライチ殿の気持ちは察するが、やはりそれは無謀というものではござらんか。あの器が教会とつながるもんだというのならば、これ以上あやつの力が増す前に破壊するべきでは。バングさん、お願い、彼を元に戻す。もう何年も私はそのことだけを考えてここまで歩んできたの。あれが教会とこの世界をつなぐ役なら、アラクネを通してロイに接触できるはず。これが最後でもいい。私に決着をつけさせて。ライチ殿、拙者が何を言っても聞いてはもらえそうにないでござるな。ごめんなさい。青、国際式海より主婚の反乱が石魂神妙のこの前到達なければならない。すべて根源ルアオの源へ。青へ。ありがとう、タオ。あとは私がやるわ。父の人を平気にやすか。うねうねは手強いにやすよ。彼がどれだけ手強くても、私がやらなきゃ。これは、私のわがままだもの。ん？わからにゃいけど。わかったにゃ！もう何度、こうしてあなたと向き合ったかしらね。スノルスの圧迫、ルチオネンの波を寄せて、尊き混濁、
ぬっ潰していく。赤だ赤、血は青、青は青も取っている。ロン、今行くわ。俺に力を与え、神殺すに神の力。ああうねうねの様子がおかしいんです。ライチ殿中のマスを吸収しているの。でもこれは制御できていない。いけない、このままだと。ダメよロイ、器を制御して。それ以上マスを吸収し続けては。やつの体が膨張している。いかんでござる。ライチ殿、すぐにこの場を離れねば。ライチ殿！ごめんなさい、私はいけないわ。わがままばかりで申し訳ないけど、バングさんもタオもすぐに二人で逃げてる。ミヤス！何を言っているでござる？あの者の様子、ただごとではござらん。この場は危険でござる。わがままだろうがなんだろうが、そんな場合ではないでござる。聞いて、バングさん。彼は、アラクネは今、黒き獣になろうとしているわ。黒き獣？それは、あの黒き獣でござるか？間違いないわ。彼がアークエネミーのコアと同種の存在なのであれば、魔素を吸収すればするほど、その体は黒き獣に近づいていく。なんと、ならばなおのこと。ライチ殿を放っておくわけにはいかぬでござる。さあ、早く。できるわけないじゃないロイは、私の同僚なのよ。その彼が、黒き獣になろうとしているのに、放っておけるわけないじゃない。私はただ、ロイや博士と共に過ごした、あの日々を、あの日常を取り戻したいの。それが無茶なことでも、たとえ間違っていたとしても。だからお願い、バングさん、私に最後までこのわがままを貫かせて。ライチ殿。ごめんなさい、私は行くわ。まさか。行かん。ロイ、ライチ殿！父の人！ああ、ここは、そうだわ。私はアラクネにロイに取り込まれて。じゃあここはまさか教会？やれやれ、相変わらず無茶ばかりするな、君は。え、ロイ、魔素流動体の器にわざと自分を飲み込ませるなんて、たとえうまく教会に入り込むことができたとしても、そこで自分を保っていられる保証はない。精神が崩壊してしまう可能性の方が高かったはずだ。こうして僕と会えなかったら、君はどうするつもりだったんだ？
どれだけ確率が低くても会えると信じていたもの。いつから君はそんなにも不確実なものを信じるようになったんだ、ライチ。不確実なものを検証と実験を繰り返して紐解いていくのは科学者だわ。もっとも今の私は科学者とはもう呼べないでしょうけれど。そうか。いや、君はやはり根っからの科学者だよ、ロイ。本当にあなたなのね。本当のあなたにようやく会えたのね。何をもって本当の僕と定義するか次第だが、君と僕の主観ではまあそういうことになるかな。だけど君とて世間話をしに来たわけじゃないはずだ。僕に何の用だい。何のって分かってるでしょ。私はあなたを連れ戻しに来たの。お願い、私と一緒に帰りましょう。すまない、それは無理だ。僕は君と一緒には行けない。どうして。君こそ分かっているはずだよ。僕は科学者だからね。教会に最も近いこの場所で真理を探求し続けるのが僕の使命だ。だから君は僕を助けることをわがままだと分かっていたんだろう。これは僕と君のわがまま、意地の張り合いだとずっと理解していたはずだよ。いや、魂の綱引きと言ってもいい。教会に人の魂が落ちて、いつまでも形を保っていられるはずがないわ。あなただって荒船というつながりがなければとっくに消えていた。だろうね。そういう意味ではあの器を観測しとどめてくれた九重博士には感謝してもしきれないな。だけどそのおかげで僕はこの座を手に入れることができた。人類の歴史上誰も成し得なかった教会内部での研究を許されたんだ。ダメよ、いつまでもこの状態が続く保証もないわ。そうなった時、あなたの研究は誰の目にも触れず永遠に教会をさまようのよ。教会の研究なら外でだってできるわ。だからお願い。誰の目にも触れず、大いに結構じゃないか。君は誰かに研究の成果を見せるために科学者を目指したのかい。もちろん研究の成果が大勢の人を救うこともある。その研究によって何かを成し得たい、それも結構だけどね、ライチ、君は大切なことを忘れている。科学者の本分とは何だった。己の探求心よ。この場所にはこの世界の全てが詰まっている。それを知らずに帰ることは僕にはできない。僕が知りたいんだ、君にも九重博士にも。誰にも僕を止める権利はないよ。どうか分かってほしい、ロイ。そろそろここも危うい。どうやらエンブリオは次のステージに入ったようだ。え？世界のすべてはマソに帰る。その時君の魂と器が別々でいることは望ましくない。意識が教会に飲み込まれて消える前に
君には戻ってもらわなければ。いやよ、だったら私もここに残るわ。ライチ、君には戻るべき場所がある。それはあなただって同じよ、ロイ。お別れだ。会えて嬉しかったよ。それは本当だ。だけど君ももういい加減自分の道を歩かなきゃダメだ。ロイ、ライチ、一つ頼みがある。僕が君にお願いする最後の夢だ。夢？僕は全てのつながりを断ち、この世界で研究に没頭したい。誰にも影響されない無限の研究、それが僕の望みだ。だからあっちに戻ったらどうか、ライチ。僕の。ダメ、ダメよ、お願い、ロイ。僕の器を破壊してくれ。ライチ殿！しっかりするんです！起きるんです！父の人！ライチ殿、気が疲れたか。よかったでござる。私、どうなって。わからぬが、突如荒くねが静かになり、ライチ殿を吐き出したのでござる。魔装の様子も収まってるのね。一体どうなってるニュース？あの物の中で何かあったのでござるか？彼の中で。そう。あれは夢じゃないのね。ライチ殿？バングさん、タオ、私、彼を、アラクネを破壊するわ。にゃにゃ！しかし、それでは、ロイ殿は？もう彼は戻らない。いえ、それが彼の夢なの。夢でござるか？だったらせめて、私にできることは、彼の器を破壊し、ロイとこの世界のつながりを断ち切ることだけ。父の人、悲しいのにゃ。二人とも、ここまで私のわがままを聞いてくれてありがとう。最後までちゃんと、私自身の手で決着をつけてくるつもりよ。ライチ殿、ごめん！え？バングさん、どうして？何するにゃす、無才人！ロイ殿は、ライチ殿にとって大切なものでござる。拙者がライチ殿に力を貸したのは、ライチ殿がロイ殿を助けたいと言ったからでござるよ。だが、その大切なもののために今、ライチ殿は自らの手を汚すつもりでござった。拙者、愛する者を我が手で殺めるなどという悲しみを、ライチ殿には背負ってほしくないのでござる。故に、その悲しみは、拙者が背負う。無才人、大丈夫にゃ？拙者のライチ殿を愛する思いは山よりも高く、そして海よりも深いのでござる。ライチ殿のためならば拙者、どのような苦難も悲しみも背負う覚悟はできているでござるよ。
ライチ殿はどうか、ゆるりと休まれよ。タオ、ライチ殿を頼む。おお、任せるニャス。でも、無才人はどうするニャス。無論、蹴りをつけるのでござる。過去は未来の糧となるべきであり、決してその妨げとなってはならん。そうでござるな、殿。あくえね、それ我に。荒くねえ、いや、ロットカーバイン。我が名は獅子神バング。イカルガの誇り高き忍びにして、愛に生きる正義の戦士なり。教会に落ちし、その魂、ライチ殿を縛る因縁の鎖ごと断ち切ってくれようぞ。そしてその戸川、拙者がこの身に刻もう。ライチ殿にはもはや一辺たりとも、お主という過去を担わせはしないでござる。蓄積よ、蓄積せ、蓄積せ。黒い黒、深い書で僕、我は、では。いざ、尋常に勝負。なぜ我、離れ、黒い黒。哀れな怪物よ、その悪意も悲しみもここで全てしまいにするでござる。烈天城。これで、何事でござる。何かが、タオ、ライチ殿。バカな、つい今しがたまで確かにそこに。二人ともどこへ行ったのでござるか。ついに始まった。エンブリオが動き出す。世界が終わり始める。あらゆるものはマソに帰る。人も土も水も何もかも元の形に。何よりも純粋な姿に砕かれて、世界と共に姿を失うんだ。何を言っているのでござる。お主、言葉を。それよりお主、タオとライチ殿に何が起きたのか知っているのでござるな。煩わしい世界の終わりだ。喜ばしい、実に喜ばしいよ。これで僕の研究を邪魔する者は誰もいなくなる。僕だけの世界だ。の、荒くねが消えた。一体何が起きているのでござる。エンブリオ。